皆さんちょっとお聞きしますが、初めて Facebook について聞いたとき何人の人に話しましたか？ 10 人？ 20 人？ 30 人？じゃあ Twitter や Instagram、Angry Bird のときは大抵次のような感じじゃなかったかと思うんですよ。ある商品やサービスをあなたがすごく気に入ったとしますね。それでそのことを友達やファン、フォロワーに話します。例えば7人の人に話したとします。その7人がみんな気に入ってくれて、さらに7人の友達に話し、その友達がまたその友達に話していき、どんどん広がっていきます。ちょうど静かな湖の真ん中に石ころを投げ入れた時みたいに、友達に教えてあげたというたったそれだけのことがさざ波のように湖全体に広がっていくわけです。これを私たちはリップル効果と呼んでいます。教えてあげた7人の人たちは2番目のリップルで49人になり、3番目のリップルでは343人になり、4番目のリップルでは2401人になり、5番目のリップルではなんと16807人にまで広がるんです。あとはもうどんどん増えるばかり。それもたったの7人に教えてあげただけで、お気に入りの新商品についてこれいいよと言って広がったリップル